お、いいねいいね、これは面白いかもしれないね。セニョールさん、こんにちは。またタブレットで遊んでいるんですか？勉強してますか？保健小僧さん、こんにちは。寝る間を惜しんでいろいろ調べたりしてるよ。本当に便利だよね。今までのセニョールさんなら寝る間も惜しんで保険や車のことを勉強していたのに、便利だからといって良くない傾向ですね。いいじゃない。もちろん勉強の時間は減らしてないよ。わからないことはこのタブレットで調べられるしね。今年は何と言っても安心してください、入ってますよ。あ、やっぱりそういうところは乗っかるんですね。履いてるのバレバレじゃないですか。でも公共の電波が耐えられないですね。え、安心してください、鍛えてますよ。あ、お腹にお肉がないと隠れない。そんなこと悩まなくても。まあセニョールさんのお腹のお肉のことはどうでもいいですが、じゃあ勉強いつやるの？今でしょ。え、今さら？どうしても釣られちゃうんだよね。何事も切り替えが大事ですね。今日は何について勉強しましょう？そんな、あ、切り替え切り替え。いつも最後にスタッフに相談というけれど、富士スバルではどういった保険の話をしてくれるのかな？富士スバルでは保険部門の専門スタッフがお客様の現在の状況やお考え、さらには人生設計までを考慮して、お客様一人一人に合った保険をオーダーメイドで作っていきます。オーダーメイドということは細かく設定できるのかな？例えば死亡保障と医療保障、それから特定疾病にも備えて、さらに学資保険にも備えたいというような要望にも応えられるの？そうですよ。お客様のご希望や現在のご加入状況を考慮し、専門スタッフがいろいろなケースのお話をしてくれます。そうなんだね。あ、思い出した。いつも保険会社によって異なりますが、そういうことを言うけど、やっぱり保険会社によって特徴が違うのかな？そうですね。生命保険にも約款があります。一見同じ商品に見えても約款が違う場合は大いにありますし、同じ医療保険という商品でも千差万別ですね。そうなんだね。ではそういった話もしてくれるのかな？決まった商品を勧めたりしないかな？そういった疑問も大事ですね。富士スバルでは保険の募集に際し勧誘方針を掲げ、各ショールームに掲示しております。お客様の疑問やわからない点がある場合は解決し、納得いただけるまで無理な勧誘はしませんよ。そうなんだね。それなら安心だ。でもやっぱり話を聞いてみないことには何とも言えないな。それがいいと思います。人から伝え聞くことも大事ですが、人それぞれ必要な保険は違いますからね。そうだよね。いつも勉強してるからある程度知識がついてきたけど、詳しいことはわからないんだよね。気構えずに聞きに行ってみるといいですよ。その際は現在ご加入の保険証券を忘れずにお持ちください。車のことや生命保険以外に自動車保険や火災保険にも相談に乗ってくれるよね。車や保険の話を聞いてみたい場合は、富士スバルのスタッフに相談に行きましょう。だね。はい、セニョールさん、いつ行くの？今でしょ。またかい。そんなことよりまた次回もお願いしまする。お安いご用です。